ドナルド・アーサー・マッティングリーは、アメリカ合衆国インディアナ州、エバンズビル出身のプロ野球監督、元プロ野球選手。左投げ左だ。相性はマット。1982年から1995年まで、ニューヨークヤンキース一筋でプレーし、シーズン MVP、首位打者、打点王、シルバースラッガー賞、ゴールドグラブ賞などを獲得。背番号、23は。 球団の永久欠番に指定されている。2011年から2015年までは、ロサンゼルスドジャースの監督を務め、2016年からは、マイアミ・マーリンズの監督を務める。2020年に最優秀監督賞を受賞。現役時代のマッティングリー1979年の MLB ドラフトで、ニューヨーク・ヤンキースから19巡目に指名を受け入団。1982年に、 トリプル A 級コロンバスで打率。315を記録してメジャー昇格を果たし、9月8日のボルチモアオリオールズ戦でメジャーデビュー。1983年6月24日のボストンレッドソックス戦でジョンチューダーからメジャー初本塁打を放つ。1984年は開幕からメジャーに定着し、前半戦で打率。330をマークして、 オールスターゲームに初出場し、以後5年連続で選出された。後半戦で打率357とさらに数字を伸ばし、打率343.23本塁打、110打点、共にリーグ最多の207安打、44二塁打の成績で首位打者のタイトルを獲得した。同年はチームメイトのデーブ・ウィンフィールドと激しい首位打者争いを演じ、 シーズン最終戦で逆転した。MVP の投票では5位に入った。1985年は打率324、共にキャリアハイの35本塁打、145打点、ウェードボックスに次ぐ、リーグ2位の211アンダー、リーグ最多の48二塁打を記録して、最多打点のタイトルを獲得し、初の MVP シルバースラガー賞、ゴールドグラブ賞を受賞した。 1986年はボックスに次ぐリーグ2位の打率352、31本塁打113打点ともにリーグ最多で現在も球団記録の238アンダー53二塁打を記録長打率573もリーグトップだった MVP の投票ではロジャー・クレメンスに次ぐ2位に入った1987年は6月に 7月16日には満塁本塁打を含む7打点を記録した。同年はメジャー記録となる1シーズン6本の満塁本塁打を放つなど打率。327.30本塁打115打点を記録した。1989年は23本塁打113打点を記録したが、1990年は不審に陥り。 故障もあって102試合の出場で打率。256.5本塁打に終わり、同年を境に成績は下降。1991年はチームの10代目キャプテンに就任。8月16日、髪を切らないことを理由に試合への出場停止と罰金250ドルの処分を受けた。1994年は8月11日まで打率。304、出塁率。 397を記録し、チームも蓄修に立っていたが、翌日から1994年から1995年の MLB ストライキに突入。そのままシーズンが打ち切られ、史上初めてワールドシリーズが中止となり、ポストシーズン出場のチャンスを逃してしまった。ストライキが収集された1995年に、チームはワイルドカードを獲得する。 自身初のポストシーズンとなったシアトルマリナーズとのディビジョンシリーズでは第2戦で本塁打を放つなど打率417と活躍しかしチームは最終第5戦で逆転さよなら負けを喫し2勝3敗で敗退したオフに背中の故障を理由に34歳で現役を引退プロ入りから引退までヤンキース一筋でプレーした近年では 数少ないフランチャイズプレイヤーだった。マッティングリーの背番号23。ニューヨークヤンキースの永久欠番に1997年指定。1997年に自身の背番号23がヤンキースの永久欠番に指定された。歴代のヤンキース永久欠番選手で唯一、ワールドシリーズ出場を果たすことができなかった。 ヤンキース打撃コーチ当時のマッティングリー2004年にヤンキースの打撃コーチに就任して現場復帰。同年のヤンキース日本開幕戦にも来日している。2007年シーズンからはヤンキースのヘッドコーチに就任し上通り監督の後継者の最有力候補と目されたが同年オフに通りの監督辞任を受けヘッドコーチを辞任した。2008年に通りが ドジャースの監督に就任し、それに従って打撃コーチに就任する予定であったが、1月になって、家庭の理由で打撃コーチを辞し、特別コーチに就任することとなった。2010年シーズン終了後、通りの対談に伴い監督に昇格した。ドジャース監督当時のマッティングリー2014年1月7日に、ドジャースとの契約を2016年まで延長したことが報道された。 2015年9月29日のサンフランシスコジャイアンツ戦に勝利し3年連続の地区優勝を果たしたことによりドジャースでは初めて3年連続でポストシーズン進出を果たした監督となったがディビジョンシリーズではニューヨークメッツに2勝3敗で敗れ3年ともリーグ優勝は果たせなかった10月22日に監督解任が発表された10月29日に マイアミマーリンズの新監督に就任することが発表された。内野守備外野守備。ありがとうございます。